ドリアンカットダイナミックさというのはね、落ちているところがあってこそ出るもの。なるほど、それはそうですよ。でかく吹いてたんじゃそれ以上は上がりませんからね。ピー、ね、やっぱ盛り上がるということだけが美しいのだと誤解しているところが、ね、ありますね。こうもう一つ 大きな誤解というのはやっぱりこの自分はどれほど美しい誤解をしているかということを持ち合わせないまま誤解してる本物よりこっちの方が美しいともうね切に思ってしまう誤解というのがやっぱり美しいわけだけど、なるほど、そこまでいけないわけですな。ただね、本当そう、知識の量とか問題じゃなく、こんなに美しいというものもなく、ただ知識が少ない、ただ勘違いしてしまう、ただ間違ったという、ただ間違えてるって、それは私はやっぱりかなり寂しい、悲しいものがありますよね、うん、やはりね、うん、まあ、僕らは楽器演奏家なんだから、いい音だったとかいう文とかあればまだいいんだろうけれど、うん、そこもないという、ね、ないですね。あとお笑いというものに関してはまあ置いといてもいいんだけど、笑いたきゃ笑えばいいんだから、笑いたい人は笑ってるみたいですからね。笑いたい人は笑ってればいい、ただ笑ってるだけじゃこの世はこの世は乗り切れないよ。泣かせるものがなかったという、うん、ね、いや泣かなくてもいいんだな、いいんだけど、よかったなというものがあればいいのかね。そうそうそう、言ってなってるというところで、あとね、やっぱりね、あの本当にあの僕はあのかなり好きなピアニストが一人おりましてね、その人の名言ですけれどもね、本当誤解してても何しててもいいんだけど、まあ、そこに募る思いがあればいい。なるほど、まあ、募る思いの出ないうちには音を出さない方がまだいいんではないかと。なるほどね。まあ、しかしその募るまでこの待ってる時間の間に割り込んできてしまうものとかいういろんなものがそれ何なんですかね、あるんですけどね。あのなんかね、あの完璧に最初から最後まで自分の立つ位置、即興なんかではそうなんだけれども、自分のいろんなこうね、あの音だけの音ではなくいろんな生活とかあるんだけど、そこら辺で自分の立ってる位置っていうのが当然おのおのあるわけなんだけれども、なんかそういうものが見えないが家に何かにこう寄ってたかってしまおうという姿勢が見られるところが良くないですね。なるほどね。やはり寄り合いはね、避けたいと、まあ、いうことが僕は。いい寄り合いは別にいいんですけどね。これはね、いい寄り合いっていうのは全員の立場が一緒になった時でね、うん、このやっぱね、すがることじゃないから、ね。あ、なるほど、すがる、助ける。水を差すとか、口を挟むとか。あとね、やっぱりもう一つ大きなことはね、不親切な部分が少ない。不親切というか悪いものっていうのはね、必要だからね。うん、あのやっぱり。よく見せようみたいな部分だけでは成り立たない。なるほどね。悪人がいないっていうところもつまんない。なるほどね。でも悪人になりよう、まあ音量のこととかいろいろあって、悪人になろうと思っても伝わんないっていうか、ね、なあ、それはありますね。殴ろうとしてもこうね、
手が届かない体にしてるっていう、ありますよね。怒鳴っても聞こえないとかいうものがね、そういうのがね、ちょっと不満だったね。なるほどね。やっぱり怒鳴り声とかあるからね、やっぱり色々演奏の中で、ありますよ。無言の怒りとかね、それはね、抵抗があるんだけど、あるんですけどね、一人で喋ってるとそれが聞こえないっていう人もいるんだよな。あとね、やっぱね、本当微妙なことに、微妙なことをやっぱ追求したいね。だから逆にね、分かりやすい、こんな分かりやすいテーマとかいろんなやってるっていうのはね、もっと細部のことが気にしたいからやってるんで。そういうことですよね。分かりやすいのは楽しいねって言ってるわけじゃないんですよ。ないんですよ。分かりやすい方がこのビニサインにいろいろあやをつけやすいということがあるんですよね。だからまああのその一曲一曲のニュアンスなんかに関しては否定はしたくないけれども、ね、やはりこのなぜこう吹きたいかということはしっかり、どこら辺でどういうものが美しいと思ってこういうふうに吹いてしまったのかっていうのを、自分では思ってるつもりだからね、そういうことをこう何人かに分かっていただきたいところもあるというね。フォローというものがなんかすほとんどすのすねすねすのあってなんでしょうね。アンマン3年さフォロ ー, あーいやー本当に。
じゃあ次はその、ちょっと失礼なタイプの曲です。
あの、一回ジャガータラで大阪に来た時にね、うんうん、あのカボスゼリーの差し入れをしたんです。カボスゼリー、カボスっていうのは柑橘類のカボスね、下鴨茶寮かなんかの料亭の、あので作ってる菓子で、それを阪神の百貨店の地下で買って持って行って、私も初めて食べたんだけど、すっごく美味しかって、そのくんもすっごく美味しい、美味しいって食べてくれて、でもその後東京で会うたびにね、あのカボスゼリーは美味しかった美味しかったってなんか言ってたのを覚えてます、うん、篠田くんが亡くなった時、うん、亡くなって翌日熊井さんから電話になったんですけど、うんうん、篠田くんの体の状態とか私は知らなかったんですけどね、でもそれほどびっくりしなかったんですよ、あのその高血圧っていうのは知ってて、体弱いっていうのは知ってたから、でいつも真っ赤な顔してサックスついてるから危ないんじゃないかなと思ってたからね、でも実感があんまり分からなかったんですけど、うん、あの10日ぐらいして自分の関西のバンドでルギオギジョというアコースティックのバンドで演奏した時に、俊太君に曲を1曲捧げたんですけども、その後すごくかえって実感が湧いてきて、もうあのニコニコして笑顔に会うことはないんだなと思って実感が湧いてきましたね、うん、と篠田君と一緒にやってた頃っていうのは同時に久下君ともやってたんです。で重なってた時期が多かったんですけど、うん、やっぱ2人のすごく力強い演奏っていうのは、うん、うん、すごくパワーになっていたっていうか、うん、全然ガラッと変わったんじゃないかなと思いますけど、うん、私が誇りに思ってるのは、うん、CD に入ってる篠田君のクロコダイルのライブ、うんうん、での篠田くんの音が、篠田くんの演奏の中で最高の演奏だって言われてるっていうか、私もそう思うし、本当に伸び伸びと力を発揮してるというか、最高の演奏してるなっていう気がするんですけど、それを一緒にやれたっていうことがすごく良かったなと思って誇りに思っています。施術でやってもらって、一緒に演奏してもらって、最高の演奏をしてくれたことをとても嬉しく誇りに思っています。思い出の中にしか篠田くんはいませんけども、うん、死んで終わりじゃないし、ずっと篠田くんのことを私は祈っています。篠田くんも頑張ってください。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
bird. アケミが僕に、言ってくれて一番印象に残った言葉というのは、
京都関西のツアーで、清華大学あたりのツアーで、まあ、明美が結構やばい、気持ちがやばい状態になった時に僕も結構気持ちが揺れまして、そういう明美が一番最低の状態の時に僕が恐れている僕を見て、はっと気持ちを取り直して僕に、大丈夫だと思えば大丈夫だと言ってすごい勇気づけてくれたんですね。それがもう、ずっと残っていて、これから先一生その言葉は忘れないでいると思うんですけれども、まあこういうことになったりとかしながら、こういう時でもいつも絶対に乗り切れると、彼があの時言った言葉っていうのを一生信じますし、そういうことをすごく思います。
Thank you.